こんにちは、柴戸です。今日は Amazon で買ったこのミニアンプのご紹介です。改めまして、こんにちは、柴戸です。今日はですね、 Amazon でこのミニアンプ RMS10 というミニアンプを購入したので開封して音鳴らしていきたいと思います。まあ、自分はですね、旅行とかで遠出するときギター持ってくんですけれども、まあその時にまあなんかアンプでもあったらいいなと思って安いの探してたんですが、 Amazon でこれ2500円ですね。で早速上げていきたいと思います。こう割とね、重量感あるんですよね。こんな風になってますね。これはベルトにつけれるのかな、ストラップとかにつけた方がいいのかな。まあマーシャルを意識したような感じのオーバードライブ、オフとオンオフとオーバードライブのつまみがついてますね。でボリュームとトーンとでインプットっていう風になっております。これなんかヘッドホンもつなげれますね。でアダプターも大丈夫ですね。 9V がつなげるようになってます。でここで、まあ、ベルトとかですね、なんかストラップとかにつけるんでしょうね。お、電池入ってますよ。早速鳴らしてみたいなと思うんですが、まあ説明書はね、見なくても大体サクッとわかると思うんですが、出力 3W、 スピーカー3インチ、サイズ 130×133×65、 いいですね。まあギグバッグにも入りますよね。では早速弾いていきたいと思います。あのですね、オンとオーバードライブというのはですね、つまみが2つあるので、まずは通常のオンにして、フラットというか12時にしております。ボリュームトーンが12時ですね。うん、小さいかな。なんかちょっと小さいですよね。もうちょっと一回ボリュームをフルにします。まあ、こんなもんなのかな。ちょっとフルテンで、部屋で弾く分にはね、こんなもんかなっていう感じのボリューム感ですね。音はまあ普通ですよね。そのままギターが鳴ってるっていう感じで、 OD にしてみます。またボリュームのトーンは12時に戻しました。こういうの弾きたくなりますよね。今ボリュームをもうちょっと上げてみますね。マックスに、ボリュームマックスで。あ、いいっすね。ちょっとフルテンでもういっちゃうか。いいですね。なんかテンション上がりますよ。やっぱりこれでしょうね。なんかこんな感じのものを弾きたくなるような音ですね。うん。で検証結果なんですけれども、まあ、クリーンはちょっと小さいかなっていう感じもするんですが、部屋で弾く分には全然問題ないかなというぐらいで、 OD は結構音が大きくなって、まあ、これだったら外でですね使っても
弾き語る分には、まあ、あんまりこの音で弾き語る人いないかもしれないですが、ありかなと思いますね。まあ、音は好みだと思いますけれども、まあ、このチビアンプで2500円で、電池で動いて持ち運び楽々っていう部分では、まあ、全然ありな感じだと思います。まあ、1台家にあると、いろんな用途で使えるので、便利かもしれないです。というふうな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。